イグナツ・ベーゼンドルファーは1828年にピアノ工場を設立しました。1859年には彼の息子であるルートヴィヒが引き継ぎ、世界に名だたる企業に導いたのです。1909年にはカール・フッター・シュトラッサーが引き継ぎます。この3人の経営者たちは文化面におけるウィーンの社交の場と深いつながりを持っていました。フランツ・リストのような偉大な作曲家たちや、たくさんの逸話を生んだベーゼンドルファーホールでのコンサートの数々が世界的な評価を高めました。